ピコリン、オイ、行きまーす。いやっちゃうよ。大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、まあ今日はこのラムライダードラフトチャレンジをやっていこうと思います。ってことでね、ランはラムライダーチャレンジなんですけど、まあちょっとクラメンとか周りの人たち、まあ縁とかね、触った感じ、これやべえなって言ってるんで、ちょっとね、まあ一生したんですけど、どんな感じかなと思って一回動画撮る前に一回行ったんですけど、まあなるほどなるほどって感じでしたね。ラムライダーってことで行きたいと思います。まあドラフトのポイントはですね、まあ俺はね、ちょっとみかんさんから聞いた感じでなんですけど、俺も下手くそすぎてドラフトが教えてもらった身なんで、まあ何を取らせたくないか、自分が何を取りたいかよりも何を取らせたくないかを考えるのが割と大事みたいな感じで言ってましたね。でまあこれはジャイを取らして、ジャイを出した時みんな死んで防衛されるとかそういうことを考えるとっていう。でまあ、どっちかな、こっちでいいかな。これこっちですね。もうで、範囲攻撃をいっぱい持ってる相手にガゴキを持たして、まあ、ベビジャラと、まあ、プリンセスでね、ボコボコのボコ太郎で行こうかなと思います。まあ、ラムライダー俺の選択肢なかったんで、相手がラムライダーを持っているかなって感じなんですけど、まあ、とりあえずランバー。で、行って、楽ね、はい。まあ、こうですね。余裕ですね。伸びしろですね。はい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 。はいはいはい。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。カウンターですよ。ハードカウンター。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。オッケー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 。これでいけるかな？よいしょ。オッケー。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。プリンセスは裂きたくないので、これはちょっと許容できそうなんで許容します。んでもって、ジャイ来た時にちょっとランバー来てるとだるいんで、どうしようかな。まあランバー。おや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 。新鋭隊かな。はい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 。これプリン。プリンをボコボコにしていって、オッケーオッケーオッケー。オッケーいいよ。いいよ。オッケー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 。で、これで、ちょっと、マジか。プリン延命したいと思ったんだけど、それは丸太持ってたら打つよな。ちょっとここは俺が甘かったですね。はい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 。で、このチャレンジさっきもやって、ミナシンとスケバレーがいるんですね、結構、本当に。ミナシンとスケバレー、俺さっきのチャレンジでもいたんで、ワンチャンこのチャレンジはミナシンとスケバレーが、なんかチャレンジドラフトによって、やっぱなんだろう、多いカードと少ないカードがあるんですよ。それはそうなんですけど、まあ、これザップと同じなんで、ベーンって散らしてあげて、これは事故りを防ぐために。事故り末を防ぐためにやってあげて、で、まあ、とりあえず、これ、落下で、プリンセスでいけるんで、よいしょ、ランバー。オッケー。オッケーオッケーオッケー。やってあげて、はいはいはい。で、これ、まあ、ベビドラで蓋。で、丸太があるんで、ここにプリンセス出します。よいしょ。ほんでもって、カウンターですね。クローン。よいしょ。はい。余裕ですね。よいしょ。ここにプリンも出してあげて、まあ、こんな感じですね。余裕っす。オーケーオーケーオーケー。オーケー。まあ、前回もね、結構、三河さんに教えてもらいながらドラフトクリアしたんですけど、まあね、そういうのをね、活かしていければなと。マジでドラフト苦手で、俺。でも今はね、ちゃんと克服できているとは思うしね。なんで。だから今まで俺、ドラフト苦手すぎて、ドラフト動画にしなかったんですよ。まあちょっと、あれだったんで。まあ見た感じ、ベビドラとかプリンも多そうな感じだったから、ガゴムに渡しちゃっていいかなって。お、来た！ラムライダー。やばいよな、これもう。なんか、ピクサーみたいな感じで。やめとこ。やめとこ。どうしよう。まあ、激やな。ガゴムレ処理するカードがね。どうしよう。まあ、バルキリーやな。どうせ、あいつは、受けれるんでね。で、大砲で、ラムライダー完封できるらしいんですよね。うん。動画で見たんですけど、
工場みたいにガーンって当たった後のなんかアクションみたいなのはないんで、出来やばすぎん、ちょっと。まあ、大砲もあるんで、ここに大砲を置いて、いろいろ守れるかなって思いますね。うん、いいね、いいね。よいしょ。多分、こういうことだよな。多分。よいしょ。で、これ攻めし、守ってから攻めるみたいな感じじゃない？こうやって。オッケーオッケー。うわーやばい！あ、よかった、前で。ガゴムレ、この俺のやりこぶを潰されたら終わってた。で、まあ、でも、あれが、なんだっけ、名前忘れた。ゴブギャンがいるんで、ゴブギャンじゃない。ゴブジャイ。ゴブジャイがいるんで、一回待って、相手がゴブジャイ切ったらもう一回でいいかなって思いますね。はい。また墓石かな。今度はランバーとかしてきたんで、あーなるほど。よいしょ、いいね。おすけ、メリコマシースケ。メリスケでいこう、メリスケで。オッケーオッケー。これで、あーやばい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 。あかん。このミスはあかん。一番やっちゃあかん人として。いいよ、いいよ。いい防衛するね。この持ってきたらブートで受けて。相手も受けるからねえな。ゴブジェぐらいしかないでしょ、多分。ゴブジェ。はい。まあ、ブートで受けて。オッケーオッケー。あそこまで削れれば。まあ、最悪ロケ圏内ではもあるし。別にですね。アウトローもいるけど。はい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 。よいしょ。建物になるんで。これ、いけそう。おいしょ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 、オッケーオッケー、いいよ、強い強い強い。やっぱ強いカード使うの楽しいっすね。いやー、これ倒してくんないか。ラムライダーするしかないな。よいしょ、はい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 。シュインシュインしていこう、シュインシュイン。オッケー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 。こっからだな。俺ワンチャン引き分け狙い説があるなぁ。じゃないと、勝てない気がする。相手が甘えてくれればいいんですけど、とりあえずこうやって様子を見て、後ろからカード切って様子を見て、これでいいかな。で、こっちつけて、はいはい。これ美味しいですね、めちゃくちゃ。シュインシュイン、シュインシュインしていきます。シュインシュインしていって、やばいやばいやばい。めっちゃ走る、めっちゃ走る。めっちゃシュンシュンしてる。オッケー。これでアウトローぐらいしかないけど、こっちを受けなきゃいけないんで。オッケーオッケーオッケー。よいしょ。あー、その受けは厳しい。厳しいものがある。はいはいはい。まあこれでシュンシュンしていきます。オッケーオッケー。まあ次のバルキリーが回る。もうちょっと待ちたいところではありますね。オッケー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 。こうバルキリー挟んでいって、あ、墓石強いな、逆に。墓石、あともガインがないんで、割と墓石にも強いですね。これやっていっちゃおうかな。ガゴムレ来るかな。いやー、まだロケット撃つとこじゃないな。オッケーオッケー。とりあえず。ロケット2発圏内まで行けば、建物建ててロケットで行けるんですけど、無理だよな、まだ。まあ、大砲が2つあるんで。オッケーオッケー。これ行けそうだな、普通に。お、飛ぶ！うえ！あちあちあち。あちあち。これ来るな。来ない。来ないか。これ穴掘り。やべ。ラムライダーいけそう。単体ラムライダー。ここにやりこぶ出して、墓石のスケを、これで、緩和丸。オッケー！いいよ。いいよ。
オッケーオッケー。あ、あー、これアウトローしかいない。来た。オッケー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 。あー、こっち向くか。あー、まあいいや。これでアウトロー切ったんで、これで受けてあげて、あー、真ん中ムートぐらいしかないな、削るなら。これ入るでしょ、入って入っていく、はいはいはい、これを、あー、俺の必殺の必殺が、ちょっと待って、やべやべ、行かれる行かれる、もう引き分けはダメ、これ動画撮ってる時の引き分けはダメ、もう真ん中ムート狙っていけばいけましたね、ワンチャン狙えばよかったな。インドラ、インドラは俺が取りたい。さっき言ったことと真逆だけど、インドラ取りたい。魔王軍ですね。ここ迷うな、迷うけど、どっちが嫌なんだろう。でもハルチェ囲めるし、こっちでいいかな。うん、ここ迷うけど、まあこっちから。まあ相手ガゴムレも多いんでね、まあオーブン持ってるし、穴目は渡しちゃっていいかな。ラブライダーくれないかな。難しいですね、差し口が。割とラムライダーは、一体に対しては動きを止めるんで強いんですけど、ああいうやっぱガゴムレとかがちょっときつい印象がありましたね。そうですね。とりあえずは、やばい。声がまた、ダミダミになってきた。やばい。やばい、声が。なんか、あれなんですよね。たまに声変わるんですよ。いや、どうしよう。あーん、これはね、インドでいいか。インド出して、まあ、空は攻撃できるのあいつしかいないんで、これは無視でいいかな。ラムライダーが来る、ラムって来る、こうですね。あー、メンジー。よいしょ、よいしょ、んー、よいしょ、オッケー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 。これなんか来ると思うんで、まあオーブをね、まあちょっと4コスで立てて攻撃に加えていくと。あー、アウトローがいるんから迷いますね。いや、これはいい、やっちゃおう。やつは邪魔すぎる。で、ここでユニットが溜まるんで、はい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 、アウトローが出てきたら5打って、どうしようかな。いや、迷う、迷う、迷う。迷うな。あ、アウトローだな。いや、鉄キョスでいいな。鉄キョス合わせちゃおう。で、スケムレ、違う、ラムライダー来たら、スケムレで受けてあげて、タゲトリーノしてから、おや、ゴッド君が来た。ゴッド君、なに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 、おい、ちょっと待って、いいよ、入ってきていいよ、入ってきていいよ。なになに、なに、どうしたの。音がまあまあ漏れてる。本当に音がまあまあ漏れてますね。まあまあ漏れてる。ちゃんと蓋していたんだけど、あ、俺は門番、門番しといて、それ確認します。本当にあかん、音漏れはあかん。やっぱやばすぎでしょ、それ。よいしょ。オーケー。何をやってんすか？ラムライダー。俺がラムライダーになろうかなと思って。お、はい、ごめん。はい、ごめん。よいしょ。オッケーオッケー。ちょ、待って、進まねえ。進まねえんだけど。何もさ、攻めるユニットがなくて、お互い。なんか、お互いもう、持って、俺はなんか小屋立てて、相手はファルチェ出して、やばい。ドラフトあるある。ドラフトあるあるしちゃってる。ドラフトエンジョイしちゃってるわ。自分も動画撮ってきたんで、ご覧ください。宣伝上手していく。ちょっと待って、これマジでどうしよう。お責任ファイブって、じりじりしますよ。じりじりもしてない。じりじりもできない。なんかもう、お互い進まねえ、マジで。何も進まねえ。どっちが握ってんすか、ラブライダー。相手。まあ、俺が握ったら秒で終わっちゃうんだけど、よいしょー、オッケー、オッケー、オッケー、いいよ。いいよ。ちょっとおまずい気がするな、これ。
あ、違う、いらんじゃん。キョスケ使わないから。はねはねさんに土下座してこよう。よいしょ。怒られるやつや。怒られるやつや。よいしょ。オーブン立てていって、オーブンでも押し切るしかないな、これ。どうしようかな。ファイブ打とう。ファイブ打っていき、はい。はいはいはい。はいはいはい。あ、ちょ、待って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 。やばい、やばい。あかん、これはあかん、あぶねえ。よいしょ、オーブン祭り、オーブン祭りして、これを堤防で剥がしてあげて、あ、俺の祭りが全部持ってかれた。ちょっと待ってよ、相手これで嫌な雨しか回ってない。オッケーオッケーオッケー、あれで、このサイクルがラムライダー切って1枚切ってからの矢の雨だから、いけるな、これは。あと、どうやったら勝てるか知りたい。知りたいなぁ。OK, OK, OK。ケツキョスケして、右手をどうにかしばき上げないといけないんだよな。しばき上げチャンネルしないといけないんだが、あー、なるほど。それはいけるんじゃないですか？ん？いいよ。いいよいいよ、しばき上げチャンネルの、よいしょ、いいよ、来た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 、インドラ追加、インドラ追加して、空受けがそんなにいない、アウトローしかいないから、オッケー、ちょ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 、危ない大パン芸人になるとこだった。そうですね、ってことで、まあ、こんな感じで戦いながら、多分ドラフトは、なんだろう、今みたいに攻めるユニットがなくて、俺もさっきは引き分けだったじゃないですか。で、今のも、どうにか戦いながら、その、なんだろう、相手の、もういろんな空ユニットだったりとか、呪文とか数系のね、ユニット何かしらを、なんか何があったかなーってやりながらちょっと考えて、なんだろう、どう刺すかみたいな、やりながらね、考えないと、割と、今回のラムライダーチャレンジは、新鋭隊とか、パルチェとか、まあ、ガゴムレがいれば試合終わるかもしれないですけど、まあ、言うても相手が嫌な目持ってたりしたら、どっちも通らないみたいな、なんだろう、結構、攻めのウェポンがラムライダーだけみたいになってる感じがするんですよね、割と。なんで、ラムライダー持ってない方は、引き分けか、負けるかみたいな、運悪くね、引き分けか負けるかみたいな手札になっちゃうと思うんで、まあ、そこをね、ちょっと工夫して指していければなと思います、ということで、テンコットさん、はい、どうでした？何がした？ありがとう。ということで、やばい。今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。